えい、お前らはボンクラか。リオスロック砦を落とす方法はないか。しかし主力兵団の力は思いのほか強く、また神出鬼没なため。だからそれを何とかする方法だな。一つ提案なんですが、砦攻めに固執するより目先を変えてファンデルシア港を落とすべきではないでしょうか。あそこなら比較的簡単ですね。メンツを潰されたまま引き下がれるか。それに兵を割くことはできん。では私の隊がファンデルシア港を落としていきましょう。どうせ私は後方待機なので、大将殿にはご迷惑にはならないと思います。千にも満たぬ兵で落とせるものならやってみろ。ありがとうございます。そこで一つお願いなのですが、バウアー傭兵団を私の直轄部隊として再契約したいのですが。聞かぬ名の傭兵団。そんな傭兵団など前線にいたか。リストによりますと後方警備の少数部隊です。弱小傭兵団か。その程度で落とせるというのなら好きにしろ。では。目障りなやつだ。少しぐらい活躍した程度でいい気になりよって。リヒトマンといい、ルードヴィヒといい、自分の力を勘違いしているようですな。もともとリヒトマンはルードヴィヒの。ファンデルシアで失敗すればルードヴィヒの株を下げることに。仮に失敗したとしても我々は痛くも痒くもありませんしな。そういうことだ。どういうつもりなんだ。ルードヴィヒ少将はギュリュクハイム切っての切れ者と聞いていたが、全く歯応えが感じられない。これはどうしたことだ。
確かにいざ攻めてみると、やはりイグレジアス方面の兵と合流するまでに時間稼ぐかと。うん、私にもその考えはある。だが相手がルードヴィッヒなだけに万が一もあり得る。このまま敵国内に兵を進め、伏兵に包囲されれば補給線を断たれる可能性もありますから。もし時間稼ぎだとしても、イグレジアス方面はすぐには終わらない。ならばもう少し様子を見るとしよう。その子を頼むぞディクセ。その子は人類の希望となる。長老、この子は私の命に代えても守ります。さあ早く行け。奴は我々が食い止める。一人逃げた。まあいい、まずは書を探すことで先決。くっ、強い。さあそろそろ遊びは終わりにしようか。あとは頼んだぞディクセン。マスター。あら、お気づきになられたようね。大丈夫ですわ。みんな別室にいらっしゃいます。一応説明しておきますが、ここはマーキュレ王国にあるメイフィールド家の別荘。あなたの乗った船が近くの浜に打ち上げられていたのです。それでここにお連れしましたの。あ、自己紹介がまだでしたわね。私はイライザ・メイフィールド、この家の者ですわ。大体のことはこのおチビちゃんとお連れのレムスさんに聞きましたわ。デュルクハイム軍を脱走してきたのですって。相当ひどい目に遭われたようですわね。でもここならデュルクハイムと離れていますので、追っ手の心配もいりませんわよ。私はそろそろ下に戻りますが、あなたはもう少し休んでいると良いでしょう。お大事に。大丈夫なのですか？なかなかお目覚めにならないので心配しました。着いたんですね。よかった。はい、現状を報告します。デュルクハイムを出た僕たちは雨で方向を見失ったものの、なんとかマーキュレー王国へたどり着きました。そこでこの館の当主イライザ・メイフィールドさんに助けられました。イライザさんはイグレジアス国民だそうですが、デュルクハイムとの戦争が起こってしまったので、
マーキュレイにあるこの別荘に避難してきたそうです。おかげであなたや僕、それからフレーネさん、カルノスさんは。残念ですが生き残ったのはこの4人だけです。他の人にはあの嵐に耐えられるだけの体力は残っていなかったようです。収容所では大変な日々だったんですね。あなたがなかなか目覚めなかったくらいですから。カルノスさんはまだ起き上がれそうになくてベッドに寝ていますよ。逆にフレーネさんはあまりひどい目に遭わなかったようで、だいぶ前から普通に生活を始めました。みんなのところへ行きますか。あら、もう起きて平気ですの？無理はしない方がよろしくてよ。そうですね、もう少し寝ていた方が良かったのでは。そうですか、でも無理はしないでくださいね。それよりあなた方はこれからどうするおつもり？まだ起きられない方もいらっしゃるようですが。そうでした、あなたが目覚めたらそれを話し合おうと思っていたんですよ。私はいつまでいてもらっても構いませんわ。フレーネちゃん可愛いし、私気に入ってしまいましたわ。ライザさんはああ言ってくれてますが、あなたの考えを聞かせてもらえませんか。そうですね、僕たちの目的は天使を倒す方法を探すことですからね。でもその前にカルノスさんの具合が良くならないと。私は好きなだけここにいても。でも私はあなたと、いいえ、皆さんと一緒にいたいです。邪魔するよ。クリス、おっと、来客中か。別に構いませんが、何かしら。おいおい、こんないい男が訪ねてきたっていうのに、その釣れない態度はないんじゃないか。自分で言わないでくださる？何度来られても私は興味ありません。それにその他人行儀な口調、いつものように話してくれよ。お客様の前でぶしつけな立ち居振る舞いはメイフィールド家の名を傷つけますので。そういえば、そちらの女性は覚えていませんか。ギルクハイムのサウドリックのそばで出会いましたね。まさかクリス、あなたフレーネちゃんを毒牙にかけたわけじゃないでしょうね。毒牙って、おいおい、俺がそんな男に見えるのかい。見えるから言っているのよ。自分自身がどんな人間か分かっていないなんて、おめでたい男。やれやれ、ひどい言われようだ。俺はいつだって君一筋。まったく調子のいい男。おっと、今日は口説きに来たんじゃないんだ。実は君の実家のことでちょっと話を。お父様たちどうかなされたの？ああ、非常に言いにくいんだが。もったいぶらないで早く教えなさい。いいか、気をしっかり持てよ。イグレジアス王国メイフィールド領はギルクハイム軍に制圧された。あっ。
お父様、お母様、イライザさん。お願い、少し一人にしておいて。まあここは俺に任せて、君たちは街でも歩いてくるといい。はい。その戦いの最中に天使が現れて、敵味方の差別に攻撃を始める。それで島を脱出してやってきたのがこの町だったんです。そんなこと。それでまたギルクハイムから脱出してたどり着いたのがマーキュレーだな。これは偶然なのかな。誰かの意志が働いているんでしょうか。お嬢さん、船で運ばれてきた輸入品よ。珍しいでしょう。香りもいいのよ。ほら。まあ、本当ですの。トゲトゲしてるのにいい香り。メリーヌ、これ気に入りましたですの。あら、何ですの。いつだったかお会いした方ですのね。沈まなかったんですもんね。町はあんなにぐちゃぐちゃになったのに、つまらないですの。同意します。あなたは不謹慎です。あの事故でたくさんの方が亡くなったのです。なんですの。メリーヌに指図するつもりですの。ちょっと、何するんです。見てわからないんですの。投げつけてやっただけですの。おお、いけませんの。お金が必要なんでしたっけ。ほーら、取っておくといいですの。いきなりなんですの。だいたい、誰に謝れって言うんですの。肯定します。売り主の方に大変失礼な行為。もういいですの。あんたなんか大嫌いですの。ああ、困ったお嬢さんでしたね。
客様も三男でしたね。よければこれをどうぞ。え、いいんですか？ありがとうございます。本当はあの子にもちゃんと食べてほしかったんですよ。随分気に入ってたみたいですから。どこかで見つけたらあの子にも渡してあげてくださいね。随分寛容なんですね。売り物にあんな扱いをされて。まあいい気分はしませんけどね。ああいう子供もたまにいるんですよ。それにカリカリしてちゃ客商売はやってられませんよ。美味しいわね。ねえ、あなたも食べてみて。メリーヌ、探したわ。え？もうそんな時間だったですの？大変、シンシアが怒ってるですの。それじゃあ、メリーヌ行かなきゃだから、バイバイですの。おとなしく待つって言ったはず。だから、ごめんなさいですの。なんだか、変わった子ですけど、悪い子じゃないみたいですね。そうですか？十分失礼な子供だと。大変だ！ギルクハイムの軍艦が数隻、中型専用の船着き場に向かっているぞ！ギルクハイム軍？まさか、私たちを追って？はい。私も手伝います。勝負に出ましょう。マウラーさん、我々に歯向かおうとする連中が。マクレイカか。いえ、それが民間人のようですが。どういたしますか。民間人というと歯向かえば敵だ。切り捨てろ。我々の任務はこの都市を制圧し、バルカニアの財源を抑えるのだ。あり
動的に不利な状態よろしいでしょうか。指示に従います。はい。次の指示をください。指示に従います。草からにはお前たちは確かにそう。よし、協力して敵を撃つぞ。次はどうなるのか、よろしい。
の程度のところ侵入を阻まれるとだがこれ以上損害を出すか総員退却敵の戦意喪失を報告し全体を終了です終わりましたね有力ハイム軍が上陸しているって俺は王子一足遅かったようですな有力ハイム軍は我々とこの者たちとで追い払いましたなんだ遅かったか俺が戦えばあっという間だったのにこれでもイライザの屋敷から急いできたんだけどねま俺の大活躍は次回にとっておくさ君たちのおかげでイルクハイム軍を追い返すことができたなんと礼を言ってようかそうだこのことを姫に報告せねば城までご足労願えるだろうか門番には私から言っておきますのでできるだけ早くいらしてください